レールリンクは、イギリスで生産、フランスで調教を受けたサラブレットの競争馬、シュボバ。2006年の外戦門賞、パリ大賞典などに優勝した。レールリンクは生産者である、ハーリドビン・アブドゥラー所有のもと、フランスのアンドレ・ファーブル調教師に預けられて、競争馬となったが、デビューは遅く、2歳のうちは、未出走で過ごした。3歳になり、2006年4月10日の、 サンクリュー競馬場で行われたセントサイモン賞で初戦を迎えた。この初戦では道中でレールリンクの前足が先行する馬の後足にぶつかり、その衝撃でナイラチにぶつかって騎手を落としてしまい競争中止という結果に終わっている。翌5月にシャンティー競馬場での2戦目で2着、3戦目となったクベルナン賞で2着場に2場審査をつけての初勝利を飾った。 続いて、ロンシャン競馬場のリス賞では、持ったままの楽な、走りながらも、2着に2羽審査をつけて、初の重賞勝ちを飾る。初の G1 出走となった7月14日のパリ大賞展では、圧倒的一番人気に支持され、2着馬、レッドロックスに2羽審査をつけて、優勝、話題の一投となった。この後、約2ヶ月の間隔を空ける。秋になると、 まず外旋門賞の前哨戦に L 賞に出走し、2着のユームザイ院に半馬審査をつけて優勝4連勝を記録した。この時点でレールリンクは外旋門賞の有力候補であったが、同じ旧社のハリケーンランやシロッコ、日本から参戦したディープインパクトの下馬評が高く、多くのブックメーカーはレールリンクをこの3頭に次ぐ存在としており、 ロンシャン競馬場内の単勝オッズも25倍で4番人気だった。また、2戦目から帰城していたクリストフスミヨンが白っ子に帰城したため、ステファン・パスキー帰場で出走した。道中はディープインパクトをマークするように追走し、最後の直線では先に抜け出したディープインパクトをかわし、さらに最高峰から追い込んできたプライドを首差で抑えて優勝5連勝で、 外旋門賞を制覇した。この外旋門賞を含む5連勝は高く評され、国際競馬統括機関連盟発表のトップ50ワールドリーディングホースにおいては127ポンドを与えられ、この時点ではバーナーギニなどと並んで世界最高位の競争成績と位置づけられた。2017年年初に発表された2016年の最終的なランキングでは、 インバソウルラ3頭に上位を譲るもののディープインパクトラと並んで世界4位体と評価された。また、エイルリンクの活躍により七段シリは2006年のフランスリーディングサイヤーの座を獲得している。2007年春は骨折のために休養した。当初は9月16日のフォア賞で復帰予定であったが、7月の時点で県に故障が見つかったため回避。当年は、 競争に使わないと発表された。その後、7月末にこのまま引退すると、発表、2008年から種ボバとして強用されることになった。2008年よりバンステッドマナースタッドで種ボバ入りし、初年度の種付け量は12,500ポンドに設定された。しかし活躍場は少なく、し付け量は前言2013年2014年時点での、 種付け量は5000ポンドに設定されていた。2015年からは、フランスのナショナルドセルシーラトゥール牧場に移動。種付け量は2800ユーロに下落した。父団シリは、デインヒルの直子。現役時代に14戦5勝し、プールレッセでプーラン2着など、マイル路線で活躍した。母ドックランズは、シアトリカル3区。半兄のチェルシーマナーは、フランスのじいさんを飼っている。 半姉のテキスタイルは、ニーカップ町の川上牧場で繁殖品場としてつなぎをされている。ヒババのゴールデンアリバイは、名品ダリアの半荷元にあたる。ありがとうございます。